関係ねえよ。はあ？上に上がりゃ関係ねえ。シンプルで男らしいじゃねえか。めっちゃ持ち上げられてんな。なんか緊張すんな。なあ、爆豪。死ねえよ。ただただ上がる。爆豪、俺の雲。クソ神。霧島だよ、覚えろ。お前の頭とそんな変わんねえぞ。そんならおめえの爆発に耐えられる前牙は誰だ。根性あるやつ。違うけど、そう高価の俺さ、絶対ブレねえ馬だ。取るんだろ、1000万。スリー、狙いは牙から離れたぞ。いいのか。ナイスキャッチ。テクニカルなのでオッケーよ。クリスマ予定変更だ。あ、爆豪落ち着け。冷静になんねえとポイント取り返せねえぞ。せい進め霧島。俺は今すこぶる冷静だ。頼むぞマジで。でもこれで通過確実。まだだ。完膚なきまでの1位なんだよ。頼むぞ。俺らのポイントも取り返して1000万円いけ。爆豪平気かお前。そんなこと思うかよ、あいつが。ああ始まってんか。おお、霧島、2回戦進出やったな。おおよ、次おめえとだ爆豪、よろしく。ぶっ殺す。やってみな。とか言っておめえも轟も強烈な範囲攻撃ポンポン出してくるからな。バーッつってブーレー。この爆発さんだろうが。よろけもしねえ。さすがに家庭だけじゃねえな。霧島の猛攻になかなか手が出せない爆豪。あのかっちゃんが防戦に。なんだでさっきと違って聞いてる。てめえ全身ガチガチに決まり続けてんだろ。その状態で速攻仕掛けてちゃいずれどっかを転ぶわ。まあ、俺と持久戦やらねえってのもわかるけどな。光が弱点か。なるほど、爆豪そういうとこつくの好きだな。うわ、何あれ。起きてからずっと暴れてんだと。しかしもな、しまんねえ1位だな。爆殺王、そういうのはやめた方がいいわね。なんでだよ。爆発さんだろうにしろよ。黙ってる叫び。マジかマジか爆豪。笑うな。癖ついしまって洗っても治んねえんだ。おい笑うな、ぶっ殺すぞ。やってみろよ8人坊や。なんでもな。戻った。では週末にでも私の家でお勉強会を催しましょう。この人徳の差よ。俺もあるわ。てめえ押し殺したのか。もう頼む。久々にガチな爆豪だ。おい爆豪、お前も来い。行ってたまるか。勝ったり出なきゃこの俺がてめえみてえなクソナードに負けるわけねえだろ。かっちゃん、メールくれたのに遅れて悪い。爆豪連れ出すのに手間取っちまって。よーい、バックドクターボー。どうだこのモブども。どうだじゃねえ。泳いでねえじゃねえか。自由形っつっただろうが。それでは 50m 自由形の決勝を始める。いったれ爆豪。クソが勝負の邪魔しやがって。気持ちはわかるけど少し落ち着けよ。緑屋も轟もクラスメイト、仲間だろ。うっせえ。誰だろうが俺の横に、ましてや前にはいさせねえ。オールマイトを超えるってことはナンバーワンヒーローを超えるってことはそういうことだろうが。爆豪さん、先行しすぎですわ。敵はどこに。弱ってるよ。一人で8人を。味方だと頼りになりすぎだろ。